本田さんのような強靭なメンタルを持つために必要なトレーニングや心の持ち方などがあれば教えてくださいと。いつも本当に言ってることなんですけど、メンタルの強い弱いは、そんなに差がないかなと思ってます。全くその強い弱いがないっていうことは言わないんですけど、あんまり差は出にくいと思ってます。うん。でも、考え方は、そして物の見方は、解釈の仕方は、大きく異なります。これがね、ほんと天と地の差ほど差が出ます。ここは大事かなと思います。はい。